日本を離れたのが1969年、日本中を全部回ったので、もう行くとこないから、じゃあ世界一周しましょうかと思って日本を離れました。で、オースターに来たきっかけは、まず、まあ、いろんな国を回りまして、香港ですごく良かったので、香港に20年間結婚しまして、20年間住んで、で中国返還になるんで、まあ、オーストラリアに移民で来ました。もう授業を受けた時は覚えてるんですけど、もうそのまま右か左と通過しましたんで、全然英語はできません。ただ私は昔から中国語が好きだったので、あの日本にいる間中、中国語を自分で独学で中国語を勉強しました。で、香港で一応広東語だったので、一応広東語と北京語ができるという状態です。友達はほとんど中国人、日本人ですね。英語はちょっと挨拶ぐらいで、まあ喧嘩する言葉ってのは覚えちゃうけれども、そういう言葉はちょっとね。ここの仕事もこれもボランティアなんですよね。自分の趣味を生かしたっていう感じで、自分のボケ防止でやってるような感じなんですけれども、老人ホームに回ってるのは日本人のケアをするための老人ホームなんです。だから対処ごと持って行ったりして、一緒に歌を歌ったり、折り紙をやったり、で字を書かしたりしてやってます。はい。もう何しろ日本で買い物が第一ですね、それ以外友達にちょっと会うぐらいで、長く住む国じゃないと思いますね。きついですね、日本は。厳しい、なんていうの、人の目を気にしなきゃ生きていかないような感じで、とても私は生きていかれないなと思いますね。やっぱり今生活しているところの家族がいるところは一応ホームじゃないかなと思いますね。でもやっぱり香港に帰っても、香港はもう離れたところだから、ちょっともう人間が多すぎて今度は違和感感じます。やっぱりここの静かな国、そして人間的にすごくいい国、いろんな国の人がいるから、それのフレンドになれる、いろんな言葉を勉強できる、それがすごく私にはホームでいいなと思います。